フォトグラフ51はアンナ・ジーグラー作の戯曲である。この作品は DNA の二重螺旋構造の発見においてしばしば見逃されているキングスカレッジロンドンで働いていた X 線結晶構造解析者のロザリンド・フランクリンが果たした役割に焦点を当てている。この作品は2008年に第3回ステージインターナショナルスクリプトコンペティションを受賞した。 この作品は2015年9月にロンドンウエストエンドで上演された。作品のタイトルはロザリンド・フランクリンの監督下に1952年5月にレイモンド・ゴスリングにより撮影された X 線解説像のニックネームフォト51に基づいている。上演時間95分の間に休憩を挟まない一幕の芝居である。この作品は ニューヨークのビニヤードシアターで制作され、ワシントン DC のシアター J、シアトルのシアトルレパートリーシアター他の劇場でプレミア上演された後、ロンドンウェストエンドのノエル・カワードシアターで上演された。演出はマイケル・ムランディジである。ロザリンド・フランクリンを演じた、ニコール・キッドマン・モーリス・ウィルキンスを演じた、スティーブン・キャンベル・ムーは、 上演後にノエル・カワード・シアターで撮影ウェスト・エンド、プロダクションのオリジナルキャスト、ロザリンド・フランクリンを描写したニコール・キットマンの演技は、批評家たちの高評価を勝ち取り、賞賛と賞の対象となっている。2018年4月より、東京芸術劇場及び、梅田芸術劇場にて日本語版が上演予定である。ありがとうございます。